どうもこんにちは、おこけん預かりダリーです。今日はなんとくるみさんにご指名が入りました。面会希望、まだトライアルかどうかは分かりませんが、面会希望が入りました。くるこちゃん、レオに続いて今度はあんたが決まっちゃうのか。くるこ、決まっちゃうの？なんか寝そうな顔してるけど決まっちゃうのあんた。くるこちゃんまで決まっちゃったら寂しいよ。私は別にどっちでもいいわよみたいな顔しないで。I bet you don't even know my name, but that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about, like kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime.おい、いつまでゲームしてんだ、行くぞ。くるこ、くるこを連れて行くぞ。くるこもいつまでもそこでグダグダしてんじゃないよ。おい、あんたそろそろ行くぞ。Then I would laughくるみ、おかえり。どうしたくる？ダメだったの？決まらなかったの？そっかそっか、残念だったな。でもちょっと嬉しいよ、くるみが決まらなくてちょっと嬉しいよ。預かりボランティアとしては失格発言だけど、くるみさんが決まらなくてちょっと嬉しいよ。ちょっとね、帰ってきた日は天気悪かったから、翌日にもう一度改めて撮ってますよね。なんでそっぽ向いちゃうんですか、くるこちゃん。あなた、そういうところじゃないですか。うん、どうしようかな、行こうかな、でもやめとこうかな、みたいな。ちなみに、こんにちは、レオです。レオ、新しく新入りのレオです。またこの子の動画は別で紹介します。これからももうちょっと社会貢献頑張ろうね。くるこ、帰ってきちゃったね。帰ってきちゃったね、くるこちゃん。おかえり。おかえり、くるみ。というわけでくるみさん、帰ってきちゃいました。くるこちゃんね。なかなか難しかったですね、あなたはね。くるこちゃんはさ、やっぱり噛むのがいけないんだろうね。やっぱりね、老犬プラス噛むっていうのがね、どうしてもなかなかこう新しい飼い主が決まらない要因になってきちゃいますよね。まあ、くるみもこんな可愛い顔してますけど、なんだかんだでもう14歳ですね。まあパピオンはね、長寿犬、寿命が長い犬種ですからまだまだ生きるでしょうけど、にしてもね、14歳でかつやっぱり噛むっていうのがね、まだまだ大変なところですよね。まあこれでもだいぶ良くはなってきてはいるんですけれども、もうちょっと時間がかかるかなと思います。なのでね、おそらく年末ね、結局娘と二人旅はね、広島に行くことにしました。レオが決まったからね。だからまあくるみだったら新幹線も乗れますから、だからくるみと一緒にね、新幹線乗って広島に、みなしごさんのね、本部支部雪シェルターにまたね、苦島くるみと広島が一緒になって苦島になっちゃった、くるみちゃんと一緒に行ってこようと思いますよね。くるこちゃん、ちょっとね、今日はこの動画もまた音声不具合とかなったら嫌なので、今日はあんまり長い動画にはしないんですけども、やっぱりね、くるみはね、もうほんといい子になったんですけどね、でもまだまだ
そうね、まだまだですね、くるみは。というわけでですね、くるみさんのことを応援してくださる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。なんかこうやって逆光でくるみ撮るとなんか神々しいよねパピオン感も出てるし、神々しいしね、神々しいくるみさんで最後は終わりたいと思います。それじゃあくるみさん頑張りましょうね、これからも頑張りましょうね、くるみさん。くるみさんは綺麗なお顔してるんだからね。あとは噛むのやめればさ、決まるよきっと。まだまだ私は決まりませんよ、この家から離れるつもりはありませんよってね。じゃあくるみちゃん頑張ろうね。ね、このチャンネルもさ、1万人とか超えたらもっといろんな人が見てくれるかもしれないからね。それまで一緒に頑張ろうね。それじゃあ皆さん、また次の動画、次はねレオの後任のレオです。こいつもまたね可愛いんですよ。なのでまた動画で紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。Then I would laugh with you all night. Take my chance and all